diamonds on the keys, blue. Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pants on shawty.はいどうも、週末アウトドア家族です。今回は、はい、劇的なアウトドアアイテムをご提供いただきました。で、以前ちょっとブルーティーさんのポータブル電源を、ご提供いただいて、それをちょっとヘビロテさせてもらってるんですけども、ちょっと見せてくれへんのか。これ、このコンパクトでチャコールブラックっていうかな、うん、この色の感じと軽さが、まあ、もうちょうどよくて、ちょっとした車中泊とかキャンプでちょっと使わせてもらってるんですけど、ブルーティーさんの今回はソーラーパネルっていうのをちょっとご紹介したいと思います。今ちょっと息子が触ってくれてるんですけど、見るからにこのかっこよさ、わかる？で、収納も縦にしてくれる、こっちに。細いんでどこでも簡単に持ち運べれるという。あと色味が可愛い、その水色のアクセントっていうかな。で、重さがちょっとちゃんと調べたら 7.3 キロでした。で、名前が、一応 PV200 っていうかな。で、これが EB3A、 EB3A、 まあ3っていうか3っていうのはちょっとわかんないけど、でもこれ1枚持ってるだけで、ちょっとした、なんていうかな、キャンプの時充電したい、デイキャンで充電したいとか、まあ、結構高電力なものを使ったら、減りは早いから、600ワットやったかな。これな、261ワットの600ワットなんで。そうそう、外で何もない時間、で、車動かしたら、その、うん、で、そういう時にも、あと災害時、そう、まあもし停電して太陽が出てたら、これでちょっとずっと充電してる、まあ、そういうといったところでも使えるっていうやつかな。一応今見たら 45,800 円になってんねんけど、結構その何パーオフとか、今で 23% オフとかしてるから、ブルーティーさんよくセールしてんねん。で、一応、まあ、これの説明といきますと、太陽光の転換率が 23.4%。 わかりますか？僕もちょっとわかりません。一応それの素材が最新型の ETFE 素材を採用して、なんでか耐熱耐食なんでも長けており、耐久性が、まあ、すごい。で、防水機能は IP65 の等級で、まあ、ちょっとした小雨や小雪には問題なく使える。置いてて寝ちゃったりとかしたら、そうやな。でもな、天気悪い時ってあんまり使えへん。今日もね、ちょっと雨降りそうなんで、今ダッシュで撮ってるんですけど、曇りでもちょっと充電できるのかっていうのをね、ほんまは晴れの日にね、がっつりやってみたかってんけど、ここ2週間撮れるって日がね、ずっと雨で、もうちょっと気を取っちゃわなっていうことで、曇りの日にやってみようと思います。一応他のブルーティーじゃない機種とも、光合成があって、まあ、他でも使えるけど、一応ブルーティーで推奨されているっていう感じかな。で、メーカー保証は一応2年ついてます。24ヶ月、だから万が一のことあっても2年は大丈夫ということなので、では実際にちょっと使っていきたいと思います。めっちゃ雨の匂いしてきて、やばい。急いでもらって、裏がこんな感じで、ここがケーブル、おー、仕入れのパネルに繋がってる、うんうん、で、これに繋ぐにはちょっともう一個かまさなあかん、うん、それをちょっとつけてもらってます。その蓋の中なんか書いてる、ちょっと今置いとこう。あ、まや、ここにもなんかいろいろ書いてくれた、出力とかそういう、まあでも説明書もちゃんとついとったんで、そっちにも書いてます。あ、ここのペットが2つあって、思ってるより広がる、うん、そうなん。おー、ソーラーや、そうなん、すごい。1、2、3、4、おー、これで全部光が出る。これが支えになるんで、このボタン外したら、うんうん、この、あ、斜めにな、これでここが45度みたい。
あと5度5度でこう、うんうん、マイナスプラスっていう、うん、こんな感じで止まるみたいな。あれここでしょ。おお。テントの前でこんな感じで置いといて、うんうん、充電したいとポンと充電するとか。まあほんまはなんかこう太陽に向けてとか、うんうん、ちゃんと綺麗にしなあかんねんけど、今ちょっと家の後ろに多分太陽があるときも曇りなんで、これでいけるんかな。でも。でも曇りでも眩しいからいけんちゃう。ここから出てるケーブルがこれ、はい、黒と。あ、もう繋がってんのか。でこれが見たらこいつに挿す用のケーブル。まあ、赤は赤とか黒と。黒と黒。わかりやすい。で、これが今90%。これも1ヶ月ぐらい車にちょっと置いとって、100にして置いとってんけど、うんうん、さっき 100% のままやった。ああ、そう。結構ドライヤーでちょっと落としてみました。で、これをインプットに挿す。いくよ。曇りは無理なんかな。なんかここチカチカしてる。あ、今から入れる的な。さっきちょっとテストでもうちょっと雨降りそうじゃなかったよな、ね、もうちょっと明るい時は刺したら充電中ってなって、雨降ってきたんかな。本来めっちゃ晴れでやったら多分 2,3 時間ぐらいで0から100にできるんです、うんうん、だからちょっともう今雨降ってきたんで、明日ママちょっとお休みになって、はい、明日多分晴れるってなってるんで、明日ちょっと充電の方をしてもらいます。はい。まあ商品としてはこんな感じ、どこでも持って行ってて軽くて、うんうんうん、ほっと固めてっていう感じで、何もつけんでも立ってくれるからいいよな。そう、付属品がいらんから。これがあるだけでちょっとなんかサイトが映えるっていうか。ああ確かに、ドラマでやってはるんやって。やば、写真の映えとしても全然、うんうん、あと実用性はめちゃめちゃあると思う。うんうん、てな感じですね。はい。一応コンパクトで、まあ、ママ畳んでみて最後。ほんなら、そう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 、いや中やな、これこれ、ここが一番外に、このそうやな、そう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 、でこれを止めるだけで。
ってきます。まだ線つながってる。線を抜いてみて。ちょっとね、最近天気の方もやっとあったかなった思ったらな、ずっと雨続いたりで。春になる前の雨らしい。あ、そうな、これでまた一気に春になる。春梅雨。うん。はい。コロコロコロ。出した。うん。で反対向けてみて。うん、可愛いね。可愛い。なんと言っても。まあ一応そのソーラー考えてる人とか他のメーカーさんもいっぱい出してると思うね。ちょっとしたな。あれになればと思ってちょっと紹介の方してみました。で、まあ詳しいことは概要欄にあの詳細載せてますんで、ちょっと言葉足らず説明足らずの部分も多々あると思うんで、そちらをぜひ見てください。はい、お願いします。そんな感じかな。はい。やばい、雨めっちゃ降ってきた。締めてもらっていいですか。はい。最後までありがとうございました。ありがとうございました。またチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。ハイエースの方もまたカスタムしていきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。